こんにちは、りょうです。えー、今日はね、りょう学長はどんな生活をしているのかっていうね、質問いただいたんで、それについて話をしたいと思います。えー、質問いただいてね、えー、自分がお金持ちになったらどんな生活ができるのか、えー、お金持ちになると何が変わるのか、イメージができません、えー。学長はどんな生活をしているのか教えてほしいですっていうことでね、えー、質問いただきました。これについて、えー、回答していきたいと思います。 世の中にね、たくさんお金持ちって、ね、本当にたくさんお金持ちっているので、こう、僕の事例が参考になるかどうかわからないですけど、友人の事例とかも含めてね、まあ何か参考になることがあればなと思って少し話をしてみたいなと思います。僕自身の事例で言うと、えー、朝から、まあ基本的に全て自由なんですね。例えば、毎日何時に起きて、誰とどこで何をして、何を食べて何時に寝るかっていう、そういう、こう、すべて、すべての選択が自由なんですね。 え、もちろん夜遅く夜更かししてもいいし、早く寝てもいいしみたいなね。なんで、曜日感覚っていうのがあんまりなくて、どっちかって言えば出かけるのは平日で、土日は混んでるんで、あの、家にいることとかがまあ多いですね。どっかに出かけるんだったら、平日が多いですかね。で、朝はもちろん何時に起きてもいいと。まあたい7時ぐらいに起きることが多いんですけど、まあお風呂にゆっくり浸かったりとかね、えー、することが多いですね。 え、で、朝に動画を撮ったりとか、まあ資料を作ったりとか、まあこういう資料ですね。今まさに見てる資料とか、こういう動画とかを作ったりすることが多いですね。で、朝が結構一番頭がスッキリするんで、まあ仕事するんだったら結構朝にえしてることが多いですね。あとまあニュースとかざっとチェックしたりとかね、え、ニュースピックスとか、まあツイッターとかでえやることが多いですけど、まあ午後から、朝から読書してる時とかもありますけどね、え、それから通勤はないと。 え、一年有給に今してるっていうのもあるんですけど、もともとね、通勤っていうのもない会社にしてるんで、まあ、どこからでも通勤してもいいんだけど、え、どこから働いてもいいっていう風にね、会社をしてたんで、まあ、会社はもともとあんまり行ってなかったですね。あの、スタッフと打ち合わせするにしてもウェブ会議とか、まあ、ビデオ会議ですよね。そういうものでできるんで、まあ、通勤はもともとなかったと。で、今も現在ももちろんないと。で、まあ、どこへで,でも仕事ができるんですね。まあ、自宅とかカフェとか、それなど海外とかでも別にしようと思えばできると。え、もちろん自宅がね、環境揃ってるんで、やりやすいですけどね。 で、IT だからやりやすいっていうのもあるんですけど、えー、IT じゃない仕事っていうのもやってるんですね。で、そういう仕事とかは、えー、外部のね、えー、会社の人とかにお願いとかしてね、えー、僕がいなくても回るようにっていうふうには、まあ普段から工夫してますね。で、仕事って言ってもまあそんなにね、ないですけどね、現在は、あの、YouTube の動画作成とか、まあ Twitter とかね。 ま、投資とか。まあ、投資はもうインデックス投資なんでほとんどすることないんですけどね。淡々と買っていくだけなんで。まあ、この辺はちょっと仕事じゃないんですけどね。ツイッターとか YouTube の動画作成とかね。時給単、時給いくらだろうみたいな感じですね。これ生活。あの、仕事にしちゃうんだった,だったらね。で、まあ、空いてる時間を見つけて、まあ、ツイッターとかね。そういうのもやってますね。で、えー、ランチは、ま、誰かと食べること多いですね。あんまり一人はないですね。まあ、何人か LINE とかで声をかけて、何人か行ける人とか、少し声かけてみて友人たちで食べに行くと。 えまあゆっくり時間気にせず食べてるっていうのが多いですかね結構まあしゃべるというかみんなでねそういう会話をする時間って好きなんで。 で、午後の時間は、まあ、読書か、まあ、映画見たりとか、まあ、インプットすることが多いですね。まあ、もしくはスポーツで、汗を流すってことも多いですね。まあ、YouTube 見てたりとかもしますけど。で、夜はもう誰かとで、まあ、夜の方が、もう基本的に一人で食べることないですね。もう、誰かと食べると。まあ、何を食べるかっていうのも当日の気分で決めるし、いいものとか贅沢をしたいっていうよりは、食べたいものを食べるっていう感じですね。えー、で、まあ、友人たちと食べに行くと。で、フル外食ですね。で、 一生の間に、まあ、これは僕の考えなんですけど、一生の間にご飯を食べれる回数っておおよそ決まってると思うんですよね。まあ、一日、えー、10食食べる人ってほとんどいないわけで、えー、まあ、大体一日3食とはいえ、朝ってね、そんなに、えー、量ね、食べないんで、まあ、お昼と夜ってみても、まあ、大体一生の間で食べれる回数って決まってますよね。だから、どうせ食べるんだったら、美味しいもの食べたいし、どうせ食べるんだったら友達とね、 あの、自分の好きな人と共有したいしっていうので、そういう風に思ってるんで、僕はまあせっかくなんだったら誰かと食べるってことが多いですね。それから、あんまり先の予定は入れないですね。これどうも苦手で、これ自分だけかもしれないんですけど、あん、どうも苦手なんですよね。あんまり先のこう、1ヶ月後とかね、まあ2週間後とかもそうなんですけど、あんまり予定を入れないと。まあどうしても事前に例えば旅行とか予定しておかないといけないこととかは、まあ入れるんですけど、あんまり先々の予定は、 あんまり入れないようにしてますね。なんかこう、そこに、えー、それがあるとどうしてもこう、なんか縛られちゃうというか、行かないといけないみたいにね。嫌とかじゃないんですけど、なんかこう、あんまり入れないようにしてますかね。で、たまに旅行行くと。まあ、これは好きなタイミングで出かけますね。まあ、美味しいもの食べようかなってなったら、この間ね、北海道行ってきたりとか、まあ、寒いとこから逃げたいなってなったら沖縄とかね、行ったりとか、まあ、気分転換だったら温泉行ってみようかなとかね。まあ、以前は海外に行くこと多かったんですけど、最近は国内が多いですけどね。以前は結構海外行ってましたね。 でストレスはない状態ですね。ストレスっていうのが特にないですね。あの、ストレス発散どうしてますかとかって聞かれるんですけど、そのストレスをそもそも、ストレスがそもそも溜まるという環境じゃないんで、ストレスが溜まることないですよね。だからストレスが溜まることないんで発散する必要もないと。ね、結局、やらないといけないっていう制約がほぼないんですよね。 まあ、通勤にしてもそうだと思うし、仕事とかでもね、仕事はまあ好きなんでやってますけど、まあ仕事、通勤とかでも別にしなくていいし、人間関係とかで結構悩むことって多いと思うんですけど、好きな人としか会わないし、嫌な人とずっと一緒にいる。職場とかでもまあ嫌な上司とか一人二人いるじゃないですか。で、まあそういう人と会うことがないし、好きな人としか会わないんで、まあもしも嫌な人に会ったらそういう人とはもう関わらないようにね、えするんで、まあ基本的に人間関係とかで悩むこともないと。 で、やりたいなと思うことがあれば、えー、やる状態ですよね。まあ、動画とか、この動画とかもね、当初はもう友達向けなんで。 始めたんですけどね。えー、続いてますけど。まあ、お金儲け最優先だったら続いてないかもしれないですね。ちょっと続き、続けれてないんじゃないかなと思いますね。で、皆さんからコメントとかお礼とかね。あの、結構毎日ね、DM とかもらうんですよ。あの、救われましたとか助かりましたとか、こうしてみましたとかで結構嬉しい報告ね、いろいろもらったりするんで、えー、結構ああいうの嬉しいんでね、頑張れてますね。えー、本当にいつもありがとうございます。で、えー、質の高い時間をね、まあ、大事にした生活を、まあ、心がけてるというか。 で、言ってしまえば生活はもうほんとこれだけですね。まあ、どこで誰と何をするのも自由と、まあ、選択の自由がある状態っていうことですね。ほんと言ってしまったらこれだけなんですよね。で、富裕層のね、友人事例とか、本当にね、もう大金持ちの友人とか、もう実際周りにいるんですけど、全然もう本当にもう僕なんか比べ物にならないような大富豪たちってね、いるんですけど、みんな同じような感じですかね、結局のところは。 あの、要は自由な状態だと制約がない状態ですね。まあ、選択肢の幅が広いっていうことですかね。例えば、どこか行くときにね、えー、タクシーで行くか、車で行くか、電車で行くか、まあ、徒歩なのか、電車なのあの、自転車なのかとかね。まあ、これを自由に選べると、で、いつ行くのかとかね。そういうのを気にしなくて、何を食べるときにこう、何か食べたいものがあるでも、えー、ちょっとこう、今月予算的にとか、そういうことを考えずに自分のこの好きな選択肢を取れるってことですよね。 ね、どこかに行くときでもいつ行くのかとかね、普段だったら休みがこの日に取れるからとかだけど、まあ行きたいときに行くとかね、一番安い曜日に行ったりとか困ない時間帯に行くとかね、よりこうストレスが、えー、なくなるとか同じことしても時間効率がいいような過ごし方をしてる、こう、符号というか、えー、資産家が多いですね。 で、一日をどう使うかっていうのは各自でもちろん細かくあるんですよ。その趣味にかける時間を多く取るのか。まあ、釣りとか、サーフィンとか、釣りとかが結構多いですかね。ゴルフとかもいますけど、釣りが多いですかね、僕の周りはね。あと、ダイビングにはまってる人とかね。まあ、車にお金かける人とか、あの、スポーツするとか、まあ、旅行行くとか、まあ、いろいろあるんですけど、結構長くはまってるのは、なんか釣りとか、ダイビングとか、なんかあの辺が周りでは多いですかね。えー、それから、 子供とかね、家族にかける時間をすごく長く取るとかね、ずーっともう家族が大好きでずーっと家族と遊んでるっていう人もいますねえ。仕事にかける時間を、別にその生活のための仕事ってもうしなくていいんだけど、仕事にかける時間を多く取ってるっていう人もいますね。う好きな人はずーっと仕事してると。まあそれがやりがいっていうことですよね。何かこう、世の中に残したいとかね。それはそれでいいですよね。 で、会社員から独立した友人たちね、周り聞いてみたんですね。元々会社員をやってて今独立してるフリーランスとか個人事業の主の友人たちですね、周り聞いてみたんですね。あって話を聞いてみたと。 ね、まあ、やっぱりね、こう、昔の職場に行った時とか、あの時は普通だと思ってたけど、毎日満員電車に乗って、乗ってたのを思い出すと、今、最近になって昔の職場通った時とかね、近く行った時に、満員電車乗ってたのを思い出して、うってなるみたいなね。あの時はそれが普通って思ってたけど、お昼休憩も45分でお昼書き込んだりとか、あの、友達からの誘いとかもね、残業で行けなかったりとか、えー、やっぱりあったんで、 同じ状況に戻りたくないから頑張ろうと思うって言ってましたね。まあ本当に、まあ今は本当に自由だと。あの通勤しなくていいってこんなに素敵なのかとかね。平日に休み。 平日に休んで週末に働くとかね世間と逆のことをするだけでどこも空いてるし料費も安くつくし同じ時間を効率的に使えるってこんなに素晴らしいことなのかっていうことは話してましたねもちろん自分でこの自由を維持,維持するっていうのはそれなりの責任とやっぱりプレッシャーとかもあるんでね一長一短で会社員がダメとかそういうこと言ってるんじゃなくて一長一短いいところと悪いところがそれぞれあるんだけどでもやっぱり自由っていいなっていう話はしてましたね ね、会社のスタッフとかでもね、まあ今1年有給なんでね、えー、ざっくり聞いてみたんですけど、まあ自由に楽しんでそうですね。まあ有給なんで本当に何してるかちょっとよく詳しくは知らないんですけど、まあまあなんか自由に楽しんでそうですね。でそれから資産収入がまあ増えるとね、働いてもいいし働かなくても良くなると、まあ働く時間を減らしていけるってことですね。働く時間を減らしていけると、まあ週に3日だけ働くとかね、えー、自分の選択肢が増えるっていうことですね。お金を持つとどうなるかっていう、結局選択肢の幅が広がるんですよね。 で、お金を持つこと以上に、まあ大事なのは、こう、お金自体を持つっていうのも大事なんですけど、資産収入を増やすっていうのは大事ですね。まあ、小学でも給与以外の所得を増やすっていうのは、えー、大事なんじゃないかなと思いますね。精神的ゆとりになるんでね。もちろん、ただ、人にもよりますよ。そのお、結構大きな給料をね、もらってる人だったら、そっちにそのまま集中して、えー、した方がいいかもしれないし、ただ、 その、必ず事業を作ろうとか、副業をやろう、会社を辞めようって言ってるんじゃなくて、給与以外の所得を増やすって、これはやっぱ大事だと思いますよ。こう、所得が、給与所得が高い人でも、株からの配当の所得を増やすとか、不動産の所得を増やすとかね。まあ、どんな選択を取るにしても、やっぱり一つのところに依存したりとか、一つの、えー、ね、というか、 え、資産の収入のね、流れが一本っていうのはやっぱり多少太くてもやっぱ怖い差はありますよね。いくつかは欲しいなってことですね。えー、じゃあそうしようと思ったらどうしたらいいのかっていうことなんですけど、 いつも話すように、やっぱり4つの所得を極めるっていうことが大事ですね。過去の動画も参考にしてほしいんですけど、この4つですね。給与所得、事業所得、不動産所得、配当所得。まあもう一つ利子もあるんですけど、まあ配当利子所得ってことでね。で、えー、この4つを極めるのが大事だと。で、経済的自由になるのに、もうこの4つの所得以外実際ほとんどないんですよ。あの、まあ、休養所得はもらってる人多いと思うんで、この2、3、4ね。特に3と4をやっぱり、えー、極めていくっていうのが、 すごく大事なんですよね、えー。事業所得ももちろんこの加速装置として必要なんですけど、最終的にはこの3と4を、えー、増やすっていうのがやっぱりすごく大事なんですよね。まあ、この辺はずっと話し,きてあの話してきてる内容なんで、まあ、参考にしてもらえたらと思うんですけどね。えーまあ、少しずつでもいいので、明日が良くなるようにね、この3と4の所得とかっていうのはその辺を増やしやすいというか、えー、どんどん良くなっていきやすいこう所得なんでね、えー、不労所得の部分になってきますね。 で、自分のペースでいいんでね、あのー、少しずつ行動していってもらえたらいいんじゃないかなと思います。焦る必要ないですよ。あのー、そういう話を聞いたらいいとか、あのいろんなツイッターですごい人たちとかを見たりとかね、YouTube とかで見てると、なんかこう自分だけすごく取り残されてるような、なんかこう、時には情けない気持ちになるっていう人とかもいるんですけど、そうじゃないんでね、焦る必要ないですよ。あの、各自にあったプランでやっていくっていうのが大事なんで、他の他人は関係ないですからね。あのー、それなりの、やっぱり苦労っていうのもある人たちもいるんで、 自分に合ったプランっていうのがやっぱり大事ですね。あの、自分の目的地は自分しか分からないし、自分の目的地にさえたどり着けたらそれでいいんで、他人を気にする必要ないですからね。ただ、学ぶところっていうかね、取り入れるところは取り入れた方がいいと思うんで。で、ほとんどの人が行動してないわけですから、知ら、そもそも知らないし、ほとんどの人が行動してないと。だから、動画を見てね、あのー、報告くれたりとかもそうですけど、多分、何もその報告とかは特に全然なくても、行動してる人、少しずつ自分なりに行動してる人っていてくれると思うんですよね。 で、そういう人たちっていうのは、皆さんは、こう、行動してる皆さん十分早い方なんでね、一般的には。だから全然早い方なんで、その、焦ったりとか、そうする必要はないですよ。やっぱりね、あの、自分に合ったプランで、あの、少しずつでもいいんでね、行動して良くなっていくってことが、えー、大事なんじゃないかなと思います。これからもね、一緒に学んでいきたいと思ってるんで、えー、一緒に頑張っていきましょう。えー、今日もありがとうございました。